四日市市クラシック音楽文化向上企画、加藤正則プロデュース音楽講座第3回特別企画、朗読カルテット女優中島智子と送る家政婦は見たベートーベンの生涯をお送りしますよ。はい、11日の土曜日でございます。ベートーベン、智子さん、どんなイメージでしょうか。もうあの音楽室に絵が飾ってある人とか、バババンあれ違う、バババンっていう人ですか。あの、はい、感じですよ。なんですよね、あの音楽室に飾ってあるあのベートーベンのあの肖像画は、それ描いた人はベートーベンを見たことがないってご存知でした。知らない、まあ、そんな感じですよ ね、はい、まあぐらいその日本人にとってもベートーベンっていうのはなんか近しいようでよくわからないっていう存在なんですけど、今回このまあいろんな研究もあっていろんなベートーベン像が出てきて、でそのベートーベン像、みんなが知らないベートーベン像をベートーベンの家政婦は見ていたということで、で家政婦になってみたら、はい、女優ですから、なんて言ったら、ね、女優ですからなのでその女優の姿を通してですね、家政婦の姿を通していろんなベートーベンの姿をベートーベンの名曲とともにお送りするという、そういう企画です。だから堅苦しくもないですしね、お芝居としても楽しめますし、前半はあのベートーベンがベートーベンになるまでの、珍しい曲も紹介し、そして後半はこの家政婦を見たということで、演劇仕立てでベートーベンのいろんな姿をどうして第九を書いたのか、第九に込めたベートーベンの思いは何なのかというのを、皆さんにお伝えするというコンサートですので、ぜひ、11日は四日市文化会館にお越しいただきたいと思います。待ってます。待ってます。